もう夜は寒いな。ほんと、早く温かいもの食べたいですよね。帰れればの話ですけど。そんな大げさな、うん、おい、ラーメン屋、ちょっといっぱい食べていこう。なんでこんなところにラーメン屋が。いいからいいから。へい大将、いらっしゃい。あきちゃんだ。なぜラーメン屋を。いや、鉢巻きするのに憧れてて。鉢巻きに。味は保証するよ。じゃあラーメン2つ。ちなみに塩しかないよ。え、うちのこだわりは塩ラーメンだから。謎のこだわり。じゃあそれ2つ。あいよ。美味しかった。体も温まりましたね。あきちゃん、いくら。800万円。800円だね。そういえば前にお金をごまかす落語を聞いたことが。ちょっといたずれしてみよう。あきちゃん、小銭になっちゃうんだけど、大丈夫？いいよ。じゃあ、手出してね。いくよ。1、2、3、4、5。あきちゃん、今何時かな？ちょっとわかんないかも。わかんないなんてことないでしょ。いや、本当にわかんないんだって。そうですよ、あやめ先輩。だって、ここ、無人島だし。そうだった。ヨタちゃん、海で遊んでたらここまで。だから私も、ラーメン屋やってるんだよ。全く話が繋がってね。ヨタチ、帰れるのかな。助けが来れば。でも助けが来る前に私たちが伸びちゃうよ、ラーメンみたいに。いや、あんまりうまくないですよ。そんな、ヨタチここで終わっちゃうなんて。ヤッホー、迎えに来たよ。よかった、おかゆたちが来てくれた。ほんと、一時はどうなるかと。あやめちゃん、ラーメンのお代もらっていいかな。おっとっと、そうだった。じゃあ払うよ。1、2、3。あれ、あやめちゃんってホロライブ何期生だっけ。2期生だぞ。忘れないでよ、アキちゃん。あ、そうだった、そうだった。ごめんね。3、4、5、6、7、8。はい、ちょうど。確かに。毎度、ありがとうございました。という結果的に、あやめちゃんがお金を多く払うお話でございました。え？話の中身がちょっと薄いんじゃないかって？そりゃそうですよ。最初に言ったじゃないですか。うちのこだわりは、塩ラーメンって。お後がよろしいようで。